ドッグドットコムをご覧の皆さん、こんにちは。マイマタレルシーズンの、ドラムとピアノの宇崎です。今回、フォースアルバムプラティペインズスティグマータを、リリースします。約ちょっと4年ぶりぐらいになってしまうんですが、今回の作品なんですが、ピアノとギターで作る曲を2パターン、用意しまして、慟哭の部分だったりとかアグレッシブな部分だったりっていうのをこう2つをミックスしたような作品となってますので、まあ、一本の映画をこう見ていただくような感じで、曲構成を作って練ってますので、ぜひ聴いていただいて、感想とかいただいて、次の作品につなげていけたらなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。以上、マイマタレシーズンでした。